どうも、レオンで、ございます、今回はですね、サッカーの話なんですが、久々かな、久々でもないか、しょっちゅうやってるか、J リーグ J3 についてお話しします。はい、ちょっと話変わりますけども、最近北朝鮮からミサイルえぐいぐらい飛んできてますよね。すごいよね。何？どうしたいの？うん。あ、誰だっけ起きてんの？パクチソン？あ、じゃあ、キムなんとかやね。マジで勘弁して。もう、まあ、全然関係ないけどさ、俺はさ。はい。まあ、そんな感じでですね、J3 についてお話しましょう。はい。J3 がですね、現在31節を終えて、残り3節とこうなっています。はい。で、J3 はですね、全部で18チームあってですね、たった上位2チームだけが J2 に昇格をします。J3 は降格も、そしてプレーオフもありません。はい。18分の2です。この2に入らなければ、あとは無意味という形になります。はい。で、現在ですね、1位が、いわき FC。これ確かどこでしたっけ？福島県ですよね。はい。いわき FC。J2 に昇格すれば、J2 に昇格すれば、史上初ということになります。そして現在2位がですね、これまた初の藤枝 MYFC。MYFC か MyFC かよくわかりませんが、藤枝 FC。これ静岡ですね、確か。はい。のチームになります。はい。この藤枝もですね、J2 に昇格すれば初という形になります。そしてですね、その、昇格争いをしているのが、松本山田、鹿児島ユナイテッド、あたりまで、ですかね、残り3試合でしょう、勝ち点9でしょう。勝ち点9出してもらうけど、そうね。鹿児島ユナイテッドまでとなるでしょうね。その下に FC ばかり、カターレ富山、いますが、残念ながら、ちょっと厳しいかなと思います。はい。まあ、数字上はね、可能性あるんでしょうけど。で、結局ですね、この J3、昇格すんのはどこなのか、2チーム。それを、もうズバリ言います。はい。今までね、いろんなチームが昇格するだ、昇格できないだってね、言ってきましたけども、結局どこやねんと、いう話じゃないですか。はい。なんで、もうはっきりと、翔くん君たちに、伝えたい。うん、伝えよう。うん。はい。まずですね、残り3試合で全部勝っても勝ち点9ということであれば、まあ3位とか4位のね、鹿児島ユナイテッド、松本山がチャンスはあると思うんですが、まずどう考えても現在勝ち点69、2位と6差離してるんですよね。このいわき FC、これはもう決まりです。はい、おめでとういわきの市民、いわきの諸君。ヤマタの諸君みたいになってるけど。よかったよね。J2 昇格。ただまあ、来年ね、俺伝えてるけど、しっかり補強しないと、1年で J3 という形になります。はい。で、もう1チームなんですよね。はい。ここがね、非常に面白くて、勝ち点63で、2位の藤枝と、3位の松本山が並んでると。で、さらに勝ち点差3離れて60で、鹿児島ユナイテッドと。いう形なんですよね。そう考えるとですね、勝ち点3で残り3試合でしょう。なんで、この3チームが、2位争いという形になりますよね。で、どこが行くのかと。結局ここなんですよね。まあ、確実に落ちるなっていうのはわかります。鹿児島ユナイテッドです。はい。まあ、もともとね、首位でスタートしたんですけども、やっぱりこれ自力の差というか、やっぱりこの、鹿児島ユナイテッド監督が、大竹やったかな、1年目なんですよね。で、大竹自身も、その、J リーグでの監督経験がないんですよ、実は。まあ、下積みは結構してきてると思うんですけどね、いろいろコーチあったりとか。でもやっぱりコーチと監督って全く違うんで、まあ、そういう点では、ちょっと今シーズンないかなと。まあ、これからはちょっとわからないですけども、来シーズン以降はね。今シーズンないかなというところで、鹿児島、消えました。はい。お疲れ、鹿児島。はい。ということなんで、最終的には藤枝と松本山が、これの一騎打ちになります。はい。
で、現在勝ち点数は同じなんですが、得失点差で藤枝の方が圧倒的に上と。で、藤枝は攻撃的なサッカー、そして松本山雅は守備的なサッカーになります。藤枝が 4-4-2 やったかな。で、松本が 3-5-2 かな、3-6-1 かな。すごく超守備的なサッカーをやっています。はい。で、サッカーの潮流で言うと、守備のサッカーと攻撃サッカー、生き残るのは攻撃のサッカーなんですよね。はい。だからこそ、藤枝 FC も、得失点差がかなりね、プラスになってますし、まあ、それと、まあ、根本で言うとね、まあ、藤枝の監督も2年目就任。で、松本山雅の七海も就任2年目。お互いまあまあ、チームがそれなりに成熟してきてるかなっていうのはあると思うんですけど、七海の場合は、なんかあんまり戦術的に、こうなんとかな、たけてないというか、同じシステムでずっとやって、それをなんかこう、成熟させていくっていう感じなんで、あんまり臨機応変さが感じられないんですよね。采配とか見てても。まあそういったところからもですね、まあ、最終的にはこの順位通り、いわきと藤枝が勝ち上がるんではないかなと。七海の場合はね、まあ臨機応変さがないっていうのもあるし、守備的っていうのもあるし、あんまりこう、アイディアがないんじゃないかなっていう、実はね。あれだけまあ、名選手ではあったんですけども、実はアイデアがあんまりないんではないかなと、いう感じがするし、まあ、究極論言ってしまえばね、まあ、七海自身が指導者に向いてないんじゃないかっていう思いもあるんですよ。まあ、そういうのもあるんで、残念ながら、俺はね、七海は、秋田と同じ道を辿っていくんじゃないかなと。秋田豊も、まあ、頑張って指導者やってみたものの、やっぱり限界を感じて、指導者を引退して、今社長業かな。やっぱり裏方というかね、現場ではないんやなって、グラウンドのね。これ、七海もね、同じだと思うんですよ。まあ、七海の場合はね、秋田と違って社長とかではなくて、テレビのタレントとかね、解説とか、まあそっちの方がいいかなと思うんですけども、グラウンドの上で指導するっていうところについては、向いてないんじゃないかなと。これははっきりと思います。はい。なので、J3 を、制し、J2 に昇格する2チームは、いわきと藤枝 MYFC というふうに決定がしました。はい。俺が言うので、これももう変えられないんですよ。事実なんでね。未来を予知してますから。はい。なんでまあ、松本山が鹿児島ユナイテッド頑張ってますけども、まあ、残念ということで、また来年度以降ね、頑張ってくれたらいいかな。そして松本山がのお並びについては、違う仕事をした方がいいかなというふうに思います。なんで、いわきと藤枝、J2 初昇格ですよね。まずおめでとうございます。で、あると同時にしっかり補強しないと、1年で J3 です。はい。っていう形なんで、最終的にはこの2チームが昇格するということでした。はい。分かってくれたかね、諸君。俺が言うことはこれもう事実なんで、未来は変えられません。この2チーム、おめでとう。